第16期女流王海リーグ実況の鳥谷幸典でございます。解説は藤島健次郎プロです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは対局の準備ができているようです。第16期女流王海リーグ第7節 B 卓3回戦投牌の開始です。立ち合い人広柴田の合図によって今対局が開始されました。さあ3回戦、ちいちゃから和屈、なんちゃ中山、シャーチャ内田、ペーチャ伊達の並びとなりました。トン一曲、ドラはウーピン。さあ和屈のハイパイピンズで一メンツ、チョンチョンは両万九層、一メンツのハイパイとなりました。ペーからなんちゃ中山はメンツはありません。下の三色が見えるでしょうか。ここもペーからシャーチャ内田、アンズで一メンツです。伊達はパーピンがアンコです、うん、そこまで早そうな人はいませんけど、はい、まあ、奥さん今白重なったことで上がりにはいけそう。岡山さんも下の3色が、はい、まあ、見えてきてる。内田さんもチャンタ、これで2役、結構これで手形的には価値はあるような感じになりましたね。内田さんは、はい、このチューンまず仕掛けるかみたいですけど、あ、まだ出ない。まあ、2回戦まで終わって和屈さんがね、はい、順調に40ぐらい上乗せしてトータル77まで持ってきて、はい、トータル4番手まで来ましたよ ね、まあ、この数字でプレーオフいければだいぶね狙いますね、うん、決勝が見えてくるんで、はい、まあ、後半戦もね伸ばせたら伸ばしたいですけど、まあ、和屈さんの心情としてはまあ現状維持でもまあ最悪大丈夫、はい、で伊達さんは今ねトップ取れたことで今日2回終わってプラス11、はい、トータルもマイナス26まで回復しました。これでだいぶ高級ラインを見なくて済む。だから伊達さんはちょっとこの3回戦は上をプレーオフも見るなら結構強めに来るようなそんな感じですね。というのはその中山さんがプラス15まで落ちてきてる、いや攻撃的な盾に、うん、40ポイント差2回と見れば、はい、まあ逆転は可能な数字、うん、とにかくこの中の1人でもかわせばプレーオフ圏内に入ることができるので、はい、一つ目標が情報修正された可能性はありますね。ちょっとそれは見ていきたいですけどね、はい、あの伊達さんの、ね、随所にその場そういう打敗が出てくるかもしれません、うん、まあ、もちろん中山さんもそれは分かってるのでそれをさせじとしてくるはず、はい、さあ今季初の女流王家 A リーグプレーオフに入ることができるでしょうか。伊達和屈は白を仕掛けています。このイーシャンテン、うん、1枚目でしたけど ね、はい、ジャントがありませんでした、まあ、面前でやってもそこまで価値のある手にならないという判断でしょうね、うん、これはね。内田はチートイツとの選択、うん、リアンソーイーソーかな。あー、チートイツ決めた、決めました。うん、2枚切れのリアンマンを伊達ドラドラ、しかしこちらも縦に来ています。いやいや、ゴツゴツした形、ね、前順統一の嘘ほぐしてる分ちょっと難しいですね。ドラドラも採用するとシャンポンが残ってしまいそうです。ピンズの部分でね、9ピンでしょうか。まあ単野を見て9ピン打ってでサブロピンの二度受けみたいにしとくのもあるし、いろいろありそうです。うーん、数ピン打ってからねドラドラ固定から立てみる手もあるけど、はい、まあまあ9ピンにしましたか、はい、単野を見つつ仕掛けもあるでしょうか。ローピンだけはチーでいいよね。はい、お中山は2メンツ、あんこになった。これは役々といてまである、何枚、2枚切れか、何2枚パワーマンにした。スチーマンがちょっと薄いってことか。なるほど。9万。しゃあ、あ、6万先さばいたか。枠使い、これでいいシャンテン。枠さん今ね、6万チーしなかったですね。この辺は柔らかいですよね、うん、役はつけるけど、はい、そんなにね価値のある手じゃないのであんまり手狭にしたくないっていう判断ですよね。なるほど、この辺りの判断がすごく、うん、別に先手取られたら別におりますよっていうことだと思いますね、はい、これは。
田はチートイツに決めました。ローピン嬉しい。ローピンが入ったイーシャンテン。ただこの嘘にさすがにテンパイの場合は泣くと、はい、枠津が現状パーピン短期、ね、赤松選択ですね。ドラが浮いてるのか、はい、リャンピンとかもあるけど言いそうにした。伊達が上がりにつなぐことができるか。枠津は短期の選択、チーソーに変えました。2枚切れ、2枚切れだけど想像が一応いい、はい、そのどこにも当たりそうにない牌の短期待ちって意味合いが強いと思いますね、うん、これは運送が自分の目から3枚見えてて結構、うん、はい、誰に対しても危なくないように見える牌なんで1枚受けて受けが効くというそういうことですね、はい、これはさあションパイのトンです、うん、親の枠津が白と運送の地位を入れています。白の果敢、ちょっとトンは打ち切れないでしょうか。ターチャーそうシャー短期に今通ったシャー、通ったばっかのシャーね、今通ったばかりのシャーは誰も持ってない、はい、山に2枚。うーん、そのシャー、このシャー止まらないでしょうか。いや今 C ピンパーピンだからね。あー止まる、さすがです。これはね短期待ちのパターンがかなりあるやつですよね、はい、チーしてるのに両面ターツが手から払われてきた、はい、ということは短期の可能性がかなりあるパターンですよね、うん、これはということで内田のシャーが止まりました。伊達も天敗ならトン勝負か、しかしもう順目がほとんどありません。まあ面前で持ってくれば勝負でしょうけど、はい、チーとかするかどうかちょっと見たいですけどね。するんだろうな多分。2回戦目でもありましたからね、打ち切ってテンパイ取り切って、ね、ありましたね。攻撃的な選択になるのであればチーもあるかといったところですが、ここで新たな無筋、はい、撤退です。これはもしや枠つしてやったりのでしょうか。ただ今回親番です。まあ親健一とはいえね、はい、まあ飲み手で一人天敗は十分じゃないですか。白ポンして果敢して、逆にシャーですか。初もシャーも1枚切れ、どっちでもいいと思ってると思いますけど、はい、一人天敗で流局。ガレンちゃんです。マクさんにとってはかなりいいリズムでここまで来てますよね。はい、トン1曲1本バー、一人天敗でレンちゃん。ドラはローマンです。またハクがドイツのハイパイですね。今度はドラもある。はい。また仕掛けですかね。あ、白だって。中山は単品系でしょうか。かなり、はい、内田はマンズで一メンツできています。伊達がメンツを一つも持っていません。まあ、ただ仕上がれば6チッパとか高いケースもある、はい、あ、ハク出た。あ、ポンだね。徹底してるね今日は。マクスの白ポン。さあ本一白ドラなんていう構想でしょうか。そうですね、ドラの6万がちょっと浮いてることもあって、はい、それだったら一気に本一いっちゃいましょうみたいな。さあ今日はこの枠津の仕掛けが非常に効果的ですね、はい、はまっています。藤島さんは明日 A2 リーグでそのワクスと対戦するわけですよね。そうでした、ワクスさんと明日対戦でした。そう、ワクスさん連投なんですよね。そうなんですね。そうですね。あ、ドラ重なった。ドラ重なってマンガンクラスが見えてくる。こうなれば別に寄せる必要がないという判断ですね。もう関数ピン泣いちゃってもいいぐらいですか。うん、中筋にしたんですよさっきね、ピンズチーピン打ってね、はい、全部切っていくつもりだったんでしょうけど、ドラ重なったことでしばらくこのまま維持じゃないですか。まず9万はつもぎりか。9万はつもぎり、あ、チュンの方にした。もうドラドラだからいいよってことですか。ほんとね、はい、9万置いとくとあの4枚目のパワー1にポンができるとかがあります。ポンして本一に向かうことができるとかがありますね。なるほど。あと9万縦に来た場合ももちろんね、
本一渡るんだ、行きやすいですね、とは思いますけどね。こちらです。まあ、もちろん6万が縦に来た場合もちょっとありますけど、はい、まあ、ただ今9万切りましたね。場により安全そうな急走を手に置きました。トントンは置いておきます。これはね、打たせたくないので置いとくっていう意味合いが強いですよね。トンの抑止力を消したくないということですか。そうですね。ペイのアンコ、いいシャンテン打ちだ。あ、3万入ったよ。何ぐらい打つ。あ、伊達は単品3色のいいシャンテン、カンチーピンから入ればいいか。単品ではないね。単品ではないですね。今ありましたね。はい、鳥屋さんミスりました。さあ、初めてのミスとなります。はい、本当に初めてかな。どうだったワンストライクと考えていいですか。あ、リーチが入ります。内田役なしにつきリーチですね。イースソンまずまずよしという判断でしょう。これは4枚切れてますけどかなりよく見えますね。確かに、はい、ワークスパースを押します。強くいったドラドラだもんね。あれ押してくるよ今回と、うん、なっているでしょうか。岡山さんどうするかな。ロックチッパー見狙いたいけど数ピンってかなり厳しい。はい、あー、やめ気味だね。3品はほぼほぼ撤退でしょうか。1万、これはちょっと打ちづらい。トンから勝負するんじゃないかな。それでもさあ枠ツはちょっとここで時間を使います。3品ってこと。あ、ちょっと守備的だわこれは。現物です。3品、内田がリーチを仕掛けてきたことをやはりこう評価してるってことですか。それはあると思いますね、はい、親の仕掛けに向かってきた内田です。それなりでしょうってことだと思います。打点か待ちかはいいはずなので、はい、っていうのはちょっとあると思いますね。うん、積もります。内田来ましたね。さあ、うん、リーチ積も700、1300。これは一本馬ですね。はい、800、1400。内田のツモ上がりです。さあ、今2曲です。中山の親番、ドラは9万です。ハイパイはメンツはないでしょうか。あんまり良くない、ね、あ、これはピンクには止まりそうです。ブロックは足りてるのか。はい、つも次第ってとこですか。なんちゃうちだ。内田さんあんまり良くない。マンズで一メンツ、伊達もメンツはありません。ドラドラだから伊達さんが一番価値の高い点ありますかね。はい、9万に2枚ありました。あれは目立つできた。伊達さんは勝負手になると思いますね、はい、これは面品ドラドラ以上な感じでしょうか。楽しみです。うーん、ペイでいい気はするけど、もうカンパーピンバー払うんだ、はい、うんうん、ペイ置いときましたね。ちょっとまだ安全に進行したいということなんでしょうか。ペイ茶でもないもんね。はい、まあ、1枚切れか。安全度は高いってことか。まあなるべく5ブロックで戦いたいタイプではありますよね。はい、そういえば6ブロックにしてないですか。うん、あんまりしないイメージ、はい、まあまあ、まあ場面によってはするんですけど、はい、ややスリムにも受けつつありますが、うん、枠津が動きました。数層の地位、数層地位、単野か、数層地位です。確定しないターツがねあったけどね、動いたね。はい、いい層が二飛びだった。ちょっと動いてみたぐらいの感じでしょうか。
はい、どうかね、今回あんまり抑制効果にはならなそう。ドラ9万だからね、はい、伊達がいいシャンテンになりました。伊達さん差し子含みだね、はい、ドラドラジャンと差し子含みのいいシャンテン。今回はちょっと和久津さんの仕掛けはあれかも、裏目に出るかもしれない。これはペイになるか、目いっぱいですね。はい、ドラ受けも残します。シャンテンの場合は目いっぱいでしょう。伊達がチャンス、パスワン凝った選択。中山はメンツ一つ目です。シンプルならチーソー、はい、シンプルにパースをあんこ固定。うん、千田さんは一色ですね。マンズが寄ってきます。ドラドラのいいシャンテン立て、どっちが入るでしょうか。いいシャンテン、枠津もいいシャンテンにやってきました。数層両面でチーしています。2差し5枚シャーは持ったね。中山連続でメンツができて、こちらもいいシャンテンです。さあ伊達がやってくる。ワクツがテンパイ、先にテンパイ入れたのはワクツ。ローキューピン、何これ、ローピンめっちゃいるよ。ペンローピンという単野を、ペンローピンってやつだけど、はい、誰も持ってない、1枚切れだけど。何これすごいね。ほぼほぼペンローピンの勝利になってしまうんでしょうか。中山さん達選択、ローキューピン、イスマン、サブローソーの選択だけど、通層になったか。通層はまあまあ酸素の方はフォローが効くという意味合いがあるかと思いますね、はい、これは。うわ、宝珠かも、宝珠だこれ、差し子だもん。これはローピン宝珠となった。枠津の上がり、単野を先点、これは先点以上の価値がある。また魔法使ってきましたよ。魔法ですよ、今日枠津のこの仕掛けがもうところどころ、もうドンピシャドンピシャ。明日はこんなのやんないでくださいね。明日は、はい、この枠津と対戦、うん、どちらかというと、はい、どちらかというと僕の係なんでね、こういう仕掛けは。そうですね、お互い仕掛けてということになりそうですが、ぜひとも視聴させていただこうと思っております。さあ、曲が回ってトン3曲は内田の親番。今回はかなりまとまってる。ドラドラです、うん、チュン統一の6778、しかもピンズもできてます。まあそうですね、使い切れるかわからないですけど、高ハイパイだと思いますね、はい、ドラドラの。さあ、内田に打点のあるハイパイが入りました。枠津は9ピンから、中山がちょっと面白いハイパイです。一色ですかね、中山さんは。ちょっと遠いけど、スーマンタートができたのは嬉しい。ここもドラメンツ、はい、できました。白は仕掛けていくでしょうか、伊達。ちょっと今仕掛けづらいよね、でもね。あ、カンサマンだって。ワクツさんも2メンツ、マンズ、あ、マンズは嬉しいね。中山は4と1目だから名本チートもあるね。あ、これでいいシャンテンだって。ドラは出ますが、これならね、ドラで1枚出てっても十分だよね、はい、打点がね。チーマンは嬉しいな。でも選択パーソーか酸素かだけど、酸素の方にした。じゃあもう1枚ドラ引きとか見てるんだね。高い選択をしています。シャーだって、シャーチャーだ、ワクツシャーチャーですよ、はい。ただ内田さんがもうどれ入ってもリーチの構えなんでね。どれ入ってもリーチの親、怖いですね。捨て牌もシンプルに八尾中牌から切っています。うん、中山が手の中面をチュート一緒にて、チュン初3万重なりを待ちます。チュンはね、内田さんが欲しい牌か。ローソーはドラそば置いておくか。うん、6チッパがある以上、はい、ちょっと置いておきたい範囲ではありますけどね。内田、このいいシャンテン、白があんこになった伊達、ここもいいシャンテン。スーピンか、パースは打たないんだね。やっぱドラもう1枚来た時用にパースは打たないんだね。まず、うん、ローマンでした。これは自敗になり、あ、6万つもぎりだって。さらっとローマンを、うん、やっぱり中山さん、こういう手の時泣きたくないんだね、やっぱりね。はい、メンオンチートが結構得意な打ち手ではあるなっていう認識なんですよね。からはい、メンツ手でローマン置いておく手もあったと思うんですが、うん、もうほぼほぼメンオンチートのパターンは、もうもちろんメンツ手でもありますけど、はい、チートをかなり色濃く見てますよね。 うわ、うまい、チートになった。さあ、ここはチュン短期メンホンチートイ、チュンはここに2枚、あら、チュンチュンになるかもしれない。なる、あ、なってしまった。
ここは中山の面本チートイ、内田が高打点に寄ったためのチュントイととし。すごいねこれ。はい、面本チートイ8000点。多分ポンテンは入らないと思うけど、内田さんにねチュンって、まあ配置上はポンテンの入る牌だった、はい、それを絞りつつ逆に引き出してしまった感じですね。うん、お見事中山面本チートイ、うん、6万つもぎりがかなり見事ですね。これはもうほぼほぼ面本チートイに絞って、はい、決めてましたという、引っ張り出しちゃいましたね、はい、さあトン4局立ての親番です。ドラはローマン、引っ張り出された内田、中山がこれで3万点を超えています。中山さん一安心ですね。ちょっともう8番手まで落ちちゃってたんで、はい、この上がりでね内田さんと変わったぐらいにはなったんで、一転して今度は内田さんがちょっとピンチですね。いわゆる内田もちょっとポイントはこれ以上落としたくないですね。伊達さんに対してはターゲットになってくるのが内田さん、はい、って感じですね今の状況だとね。さあ枠津、今回はちょっと仕掛けるのは無理でしょうか。統一が3つ、はい、うん、そうね。中山も3統一です。内田は初がアンコウ、ドラ受けの両面がある。伊達は白が統一親番です。うん、ペーから仕掛けていく枠津。仕掛けられないって言ってたの。仕掛けたね仕掛けられない。ドレさんこれ役何、これは問いですか。マンズドラ色の本一を見つつということですか。そうですね、おそらくですが。じゃあチーソーパーソーを並べるってこと。これ次チーソー、あそうだね、あそういうことですね。トイトイと本一と両手にかけながら誰かが来たらやめるということでしょうか。いやーこれペーから仕掛けていくんですね。まあ、これも、はい、あれですよ、もう枠津さんの、そうですね、必殺技なんで。いやーこれをされて、要はかいくぐるには一旦無視しなきゃいけないっていう。まあただね、無視せざるあい、いや無視は難しい。まあそれなりの手が入ったら無視すればいいと思いますよ。はい、うん、いやその結局すごいプレッシャーがかかるっていうことですよね。それってでもね、そこに結局、はい、みんなできること、要はだから奥さんこれやることによって、はい、微妙な手の人、はい、あと微妙な展望状況の親の人、うん、これを封殺できちゃうんですよ。下ろし、下ろしてしまう、はい、見てる自分が封殺されてる側として見ちゃいます、うん、すごい効果あるんですね。本日になっていく。そしてあわよくば手を揃えていく。ただ今回内田さんが仕掛け返しましたからね。はい、内田がウーソーのポンを入れています。これは内田さんはトイトイ含みですよね、はい、内田が仕掛けたことで、さあ中山も伊達もそれぞれ下茶に気を配りながらの進行となります。そして内田がポンをしているため、どっち優先するかですね。本当もうこれは、はい、もしかしたら伊達さんのリーチが飛んできて残り全員下ろされちゃうもあるし、はい、はい、伊達もここは引かない。うん、ドラのくっつきもう1本でいいような手組みなので、はい、いけるか、引けない。ウーマン、ウーマンは逆にマンズの受けのテンパイが入ってもリーチで下ろしに行きたい場面ですよね、はい、これは枠津も今の手格好で親リーチ受けたらあまり行きたくなくなりますか。先手取られたらね枠津さんこういう時は無理に頑張らないんで、はい、今1個手出しだけど、やめるなら この辺りからってことかな。心合いでしょうか。ちょっとね3ピンだ。お、内田は泣かない、泣かない、泣かないの。泣かずにドラを引き入れました。なんだって あれ、そうすると伊達さんにドラがね重なってたね、はい、伊達のリーチが入っていました。まあリーチ、ドラ立てだけはね、あの多分リーチ打たないんだけど、あの役割の三本だから乱走狙いの闇手になると思うんだけど、はい、なんだ、なんだ見えない、パーピンでした。じゃあもう枠さんいつもみたいにみんな対応してないのがもう分かってるってことですね、これはね。だいぶちょっと、じゃあ私は今回引くわよ。これ仕掛けた時にみんながどう出るかを枠津は見ながら進行してるってことですね。そうですね、まあ、こういう仕掛けをしておくと見やすい、クリアになるってことですね、場面がね。すごいセンサーをお持ちです。あ、失礼しました。
まあだからセンサーを働かせにいってるんですよ、はい、あのペーポンはそんな意味があるんですね。ペーポンに対して、はい、そう押してくる人は手入ってるし、潜水艦でいうソナーみたいな感じですかね。ああそうね、内田天杯です。天杯入った6、9万9万が親の現物か、来るか来ないかで枠ツは押し引きを図っています。ペーはスーパーアンパイ、白春場に出ていません。中山さんもちゃんとのいいシャンテンだけどマンズマンズじゃねえ、まあまあきついよね。数万、あなるほど、チーテンが取れるんだ。カンウーマンにね、できるね。はい、じゃあ3万勝負だね。なりました、伊達の天杯白ドライチ。ウーマンって意外といる？あ、ここに来た。はい、中山の元に。もう一枚いるもんね。表示と中山の。あ、内田ウーマンつもぎり伊達の上がりとなりました。白ドラ1、2900。そうか、これもパーマント変えた方が良さそうだったけどね。どうだろうね。パーマント変えるパターンはあったでしょうか。自分が2枚持ってるからね。はい。さあ、ここで選手が一旦休憩に。トイレ休憩ですかね。トイレ休憩でしょうか。今一瞬申告があったかのように見えました、はい、じゃあトリアさんつないでください。トリアさんつないでくだ、ちょっと2人でつなぎたいと思いますけどいやにしてもあの枠つの仕掛けの意味というのは、うん、あの場面によって変わってくるんですね。その泣いてから相手の出方によって、行く行かない、まあ、それはねそうなんですけど、もちろんその仕上がれば、はい、自分も高い手になりうる発信で、はい、っていうのはありますけどね。仕上がらない時とかは、はい、もうこれ誰が来てるっていうのを大体把握してるんですよ、ね、だから何パターンかありますよね。泣いてからどう分岐点がこう、まあ、あとはその大体本一とかに見せかけてるケースが多いので、はい、手にね自敗を溜め込んでる、はい、だからまあまあ受け駒はまあまああるので、まあ、押し返しの人がいたらそこには頭を下げるっていうのも一つポイントですよね。枠内さんのこういう仕掛けうまくいかなかった時でも、はい、あの決して放銃しない、うんうん、まあ、今局はその泣いたところ、まあ、内田のな仕掛けと親の仕掛けが入って、はい、まあ、枠内的には効果なかったなという判断が、まあ、効果は、まあ、効果はまあまあまあね、効果はそれなりに、はい、そのセンサーが働く効果とか、泣いたところどうしたかが見えるってことですもんね、うん、あとはねこう、はい、まあ、裁き手を他の裁き手も誘発する、うん、自分が曲を落としたい時なんか、まあ今このポイント持って小型だったら枠さんは曲が落ちるのは全然問題ないの で、はい、で今内田さん裁きに行って内田さんもね2000点の転廃 し、はい、したんで、それでね他の人が打ってくれて曲が進めばそれも OK だし、うん、なるほど、まあ、だからねそのセンサーがねこう働きやすくする、そういう側面もある仕掛けなんですよね。ちょっとこれそんなに簡単に真似できないですよね、センサー。まあでもやってみても大丈夫ですかね。紐解いていけば、はい、まあ、うん、そんなに分かりづらいことをしてるわけじゃなくて、うん、ただその面そのハイパイが悪い時とかに、うん、おそらく面前でやってもそんなに価値がないような手の時に、はい、こう単に降りるのではなく牽制しつつ、そうですね、はい、単に受けて受け気味にや面前でやるんではなく、うん、アクションを起こして、まあ、仕上がれば自分が得だし、でありますもんね、バラバラから下に降りてもらうとか、はい、うん、そういう、まあ、牽制仕掛けの、まあ、そうですね、これを使うことは枠さんめちゃくちゃ多いです、まあ、僕もやるんでよくその分かるんですよね、はい、分かるっていうかその使う側のその、はい、心理というか、そうですね。さあ再開されましたね。再開です。トンラスの1本馬からですね。はい、トン4局1本馬となります。ドラドラだ。ドラウーピン、伊達の親番です。ドラドラのハイパイ、ウーマンのあんこもあります。5が6枚。枠ツは白が統一、うん、ドラがない手なんで捉えていってもいいかなと思って、はい、白は1泣きかもしれないですね。若狭さんは3番のアンコウチだ。少し縦に各社手が入っています。伊達がチャンスのドラドラ、中山もドラ1、まとまれば戦えそうです。
内田のこのこちらが面白い。縦に来たよ。そうすると面白い。シートイツもスーソーローソンとかある。はい。スーソーローソンあるね。スーソーローソンに手をかけた。さあ、ローソンは重なってもあんこにならない牌。内田の手が育つかどうか。現状ラスメか。内田さんなんかポンしてかなそうだけどね。さあ今日は大三元を狙った場面もありました。ああそうでしたね。高打点を少しやはり考えている内田です。うもう全然 5-2 で嬉しいからどっからでもポンしちゃうけど、はい、僕の枠靴はやっぱり白はポンしましたね、はい、白のポンで発進、まあ、かなりポンしやすい形にはなってましたね。スーピンを引いてドラ受けもできたんで、はい、まあ、白の1泣き入ったんで内田さんももしかしたらじゃあやっぱ仕掛けようってなるかもしれませんね、うん、これはこのポンを受けてじゃあポンしようかと、うん、だってですやんそうは見ない枠津さんの換算マン受けがもうこれ山にはない牌なんですよね。枠津の換算マン、そうですね、うん、ただ内田頑固です。最後の3万を、はい、伊達さんが持ってる、はい、出ないとは言い切れない。なるほど、リャンマン重なりとか、リャンマン重なりとか、そうそう。出るパターンもある、うん、こちら。あ、ポンしたね。動きました。ポンしてトイトイシャンテン。急走のポン。そうだね、1枚目だね。対応しましたね、これはね。イーソーパーソートンです。トン。あ、飛んだ。これもポン。テンパイ。内田にテンパイが入ります。イーソーとパーソー。しかも、はい、トイトイトン。内田さんの皮からは、はい、イーソーとパーソー街に見えない。そして伊達にテンパイが入りました。ーリーチドラドラはスーチーソー。さあ風浪を2つ入れたトイトイの内田対ドラドラリーチの親の伊達。マクツーピン引きます。内田さんのシャンポン全山、内田のシャンポンか。全山だね。全山で意外と伊達のスーチーソーがあんまり中山がそこまでいない。1、2、3、5山ですね。あ、でも5山いる。5対4、5対4、なんとリーチの方が多い。めくり合いとしてはめくり合いかなり枚数が多い対決ですね。決着がつくやつどっちだ。チーソーの相撲、伊達の上がり、リーチ相撲ドラドラ。ここで大きな上がり、3900は4000オール。いやー決まりましたね、これは。はい、決まった。伊達さんの残留も決まった。ほぼ分かんないけど、伊達はこれでさあこれで上を目指していきますよ、はい、伊達さんは。でもプレーオフに入る、引いてはついでにポイントも多めに持っていきたい、そんなシフトになるでしょうか。伊達が連チャンとなります。トン4局2本場、トップ目だもんね。ドラは何です、これでトップ目。現状ターゲットの内田さんと15ポイントの今伊達のハイパイは35、これだけで進めてるから、はい、20ポイント差ぐらいになってる。さあ伊達が上位8名に入れるかどうかというのもこの3回戦そして次戦4回戦のポイントとなってきました、うん、20ポイントだから、まあ、このまま行って最終戦トップ3着ぐらいでもう変わるぐらいにはなりましたからね。これはもう上目指してやってきますね、はい、伊達さんは。さあ枠津はチャンスです。ダブナンドラが統一。ダブナンではありませんよ、トリアさん。ダブナンではありません。トン4トンバですよ、トリアさん。しまった、2回目のミスですね。2回目です。2回目だね、はい、2ストライクとお考えいただければ幸いです。最近トリアさん俺の上げ足取ってくるからさ、はい、やっぱりちゃんと指摘させてもらわないと、はい、あれ私藤島さんの上げ足用ですか。ちょっとなんとなく申し訳な程度になんかつついてくるんだよね、はいはい、トリアさん。あ、そんなちょっと全く記憶にないんですけど、うん、もし次あったら今、うん、今だよって言ってたんじゃない、うん、ちょっと もういいよって顔でやめてください。そうだからダブなんじゃないってことは、はい、この他の人にとってはオタ風なんで、はい、あの出てポンできる可能性がちょっとあの高いんですよ。うん、なるほど。ナンバじゃない方、ナンバだと結構出てこないけど、ポンできるのがまあターチャーだと簡単にポンできないよっていうことですか、うん、つまり、ね、例えば内田さんピンフテンパった後何持ってきても打つし、はい、あとは中山さんも単ヤオだからね、何ぐらいテンパイなら打ってしまうと、うん、
さあ1万かな。内田はこのイーシャンテン、おーローソンコってイーシャンテン、中山はマンズイーペイコーの形、まあ感じでいいと思いますね。はい、キューピンかな、ペイかな。もうアンパいらないでしょ、伊達さん。ペイ切っちゃおうか。伊達はもう目いっぱいいきますか。あ、ここはキューピン、まあまあ丁寧でいいですけどね、はい、これもこれで完成形にはタイヤをつけたいという展望でしょうか。まあ、2差しの本手を見ながら、はい、まあタイヤをも中山はチーマン引いてきた。ここで目いっぱい、内田はキューピンを、親の現物を手に残しました。でそのだあれですね、マックスさんの星何が意外とも山ですね、はい、あ、月のイーシャンテンまで来た。三品数品なら二差し、あでも三品がね、今三枚目が場に打たれた。シャーツも入り、えシャーから、これは何ですか、これはさん、これは何ですか、これは何ですか、シャアを仕掛けた枠ツアー、これは何ですか、何の後付けですが、何を持ってる人やめさせようっていうポンですか。あ、何が、はい、伊達さん、伊達に来た、くっつきのイーシャンテンの伊達さんのとこ行ったから、これ何勝負になりますか。出るかもしれないね、はい、出るかもだよ。シャアは1枚切れだった、はい、2枚目をポンして、あ、内田さん転敗か、はい、2枚目を、あ、2枚目のシャーポン、うーん、なるほどね、何バックは何バックだけど、はい、まあ、チューンがね、あの1枚切れてるだけなんで、チューン重なりでも OK。 中山天敗です。選択スッチマンカサブ、ローピン、スーピン、3ピンが3枚飛び、ローピン1枚飛び、スーピンも1枚だけど、ここはピンズにして3面チャンリーチ、薄いけどマッチとしてはまあいいでしょってことですね。あ、一発だ、一発キャッチの内田が放銃となりました。さあリーチ、タンヤオ、2600の日本付け、3200、いやー枠の何の統一、伊達がどうするか見たいところでもありましたが、ここはまあだからね、中山のリーチでした。テンパ入れば打っていいと思いますよね、例えば今だったら、はい、まあ2差しにはなりづらい状況でしたけど、別にチーソー引き、サブローソー急走とかテンパ入ればね、はい、全然何切るだろうし。さあ難入です。一曲枠津の親番、ドラは9ピン、白が統一で入った枠津、また仕掛けあるでしょうか。中山はマンズのイーペイコー、カンリアンマンの形、内田ピンズのイーペイコー、伊達はマンズで1メンツ、選択だけど、はい、どうするかな。スースをほぐした、うん、なるほどね、これも結構守備的な一打だね。山さん、チーソー、ロッキーソータと決めた。じゃあ、あれかな。ちゃんた、ジェンちゃん系見てるんだね。はい、白ポン、はい、トイトイ含みでしょうか。含み、今回は含み、あわよくばという、もろ含みですか、うん、含むというよりメインでした、うん、難しくない仕掛けでした、これは、今回は。伊達さんはどうするかな。スーソーは並べたくないか、はい、足ごろがあるもんね、今回は。トーンいっちゃいますか。チーソーパーソーだって9層2枚、なんか想像の上良さそうにも見えますが、足ごろ以外興味ありませんって。なるほど、入ってきてほしいところで作りたいってことですか。まあ、下茶に仕掛けが入ったのが大きいですね。親の役学さんに対しては、はい、絞りつつ本店の目だけを残す、そういう立ち回りだと思いますね。4、7、8と想像を払っていく、まあ、今のところピンズ切ってないですけど、はい、想像結構打ってる。想像の上はなんか持ってなさそうだし、はい、泣きも入らなそう。なるほど、下茶を進めず自分の欲しい手を作る、うん、そういった選択のようです。ここで数層2枚目、トンがあんこになりました。でも枠つも手が進んだ。さあ3あんこもまだありますよ。
ただね、はい、E-man がもちもちというか中山さんに2枚なんで、まあ全然数万匹とかから E-man がこぼれるパターンはありますけど、はい、3アンコウだけはないですね、鳥谷さん。3アンコウだけはない、鳥谷さん。はい、わかんないです。あのほら、あと何チーピンとか同じ牌2枚引けば、ごめんね、3アンコウあるね。確かに確かに確かに、失礼しました。ありえます、ありました、ありました。苦しい方言ってますからね、今私。それは僕が間違えました、ね、むしろ間違い、まあ、はい、僕も正解ではないですが中山がポン、どうする。3万ダブなんです、いいシャンテン。うーん、3万打ってドラ短期狙いだけど、イースマ引いた場合はドラ打ち辞さずですかね。はい、お、伊達はマンズ、マンズ一色に、マンズに寄っていきました。これ、伊達さんすごいね。和屈はこの天杯、イースソーイー、まあまあまあ、これ一旦取ってね。はい、うわー、まあ、マンズが寄ってきてますね。イーシャンテン、リャンパワンの二度系、あそこから本一になるんだね。これはちょっと全然見えてなかったです。はい、レアケースですか。結構枚数、うわー、またマンズですよ。手広くなった、ガンサンマンとガンパーマン。しかもね、今んとこほとんどリスクの、なんか親に、あ、今補充か、今補充だね、しょうがないね。枠つの上がりとなりました。こっからさすがポンでね、トイトイはやりすぎだもんね。白は1300、いや、親です、1500、親です。しかも天パネです。2000ですね、多分天パネですよ。天パネ、はい、天パネで2000、はい、だからダブル、今のはミスが2つです。ああ、3、4、そう、点数も親分を間違えてた。うん、短期ターにされておりますが、しょうがないですね。はい、失礼いたしました。本日は助け合いではないようです。もう終盤だからね。だってもう鳥谷さんと、やらないかもしれないし、はい、あ、ちょやりましょうってちなみにこの やらないかもしれないくだりは毎回放送外でもやっておりますもう終盤に来てるんでね、はい、最終節ってことで、はい、来年ね、鳥谷さんがいないから最後の実況やってるかわからないんでね、はい、できれば一生やっていきたいところですが、どうなるかわかりません。さあ、何一曲一本場、枠つが上がって連チャンです。3万点を超えてきました。ドラは9ピンです。あ、ちょっと視聴者の方が、鳥谷さん今までありがとうございます、あ、すごく気が早いです、まだです、むしろこれからよろしくのタイミングなんで、よろしくお願いします。いいノリツッコミしてくれますねそうですね、いいノリ、いいね、うん、ちょっとあの急なフィナーレは本当にやめてほしいです急な来年どころかそうですね、恐ろしい才能が出てくる場合もあります、うん、今回みんな遅そう。伊達はドライチ、和屈もドライチ、中山は国士無双を作りつつです。と本一の天秤って感じですか。強いて言うなら内田さんが若干整っている。あ、ドラメンツ完成、チーピンならね、ちょっと上がりきたい。差し込み切ったか、和屈さん、うん、万で選択だけど9万か、これは柔軟ですね。1枚切れでした。はい、数万、あ、枠さん一気に相撲効いてきた。リャンシャンテンまで来てる。ドラか、ドラはいらないね、吉田さん。枠さんはウーマンを手の中から、うん、1万切っちゃってるってことも大きいですけどね。はい、ん、換算ピンが入って一歩前進。さあ、何でしょうか。自敗だったかな、初でしょうか。まだこちらのモニターでも見えません。初ですね、おそらく、はい、ってことはドラは打たない構えだけど、はい、こうした以上は白は一泣きかもしれない。ドラ短期想定もあるので、はい、あ、でもここで初いい相撲あった。そうだね、白ポンでドラ短期、はい、いいシャンテンです。先輩取りそうだね。中山は国士無双一歩前進。あ、ドラドラになったよ、内田さん。ローマンかな、パーマンかな、どっちだ。
ローマン。ローマンかな。いや、パーマンの方が良かったりするけど、ちょっともうマンズの変化よりもパーマン取り行きたいもんね。山に2枚です。カンチーマンがね、はい、ちょっと2枚ある、2枚切れちゃってる状況なんで、ここはパーマンにちょっと期待ですか。ウッパーピン埋まった時に即利行きたいんですよね。その時に8の方がちょっと良さそうっていう意味ですけどね。これが序盤だったらね、両面変化を待ちたいから、はい、パーマンとかからの万引きを見たりするんですけど、はい、クツさんは背広くなったからここでドラ切りも考えてるのかな。いや違った、ドラ打たない、ね、国士無双一歩前進リャンシャンテン、リャンシャンテンか、リャンシャンテン。さあ白と、白九ピン九層、九ピン、9ピンがもうない？ 9 ピンがありません。打たれることもなさそう。いや、枠さん、チュン重なりの場合だけ打たれるけど。枠から出る。ああ、もう出ない。これでもう出ませんか。ただ、枠さんの9ピンも、あ、リーチいったね。はい、この9ピンも山にはありません。押し返せる人は、ドラドラの。いいピンは現物。津田さんかな。津田さん、すんなりテンポ入ればいきそうだけど。津田さんは抜いてやめましたね。これは国士気配の人がいるっていうのも理由の一つでしょうね。うん、さあ中山ここで終了か。リャンピンぐらい筋でいく？リャンピンぐらい打って、ね、打ちます。あとは津本相談。ちょっと内田さんも今ウーピンが4枚目打たれたことでウッパーピンめちゃくちゃ弱い、というかウッパーピンがね、はい、もう1枚しかいないんですよ、見た目 です、ね、見た目でね、見て薄いはもうない、ということでドラドラだとはいえ価値がなくなったという判断ですね、はい、さあ枠津の一人旅になるでしょうか。内田もこの形になっているピンズ、伊達はもう手を崩している。そう、無筋ワンチャンスだけどね。6万まずは通ってる、6万打ってそれでもテンパイ入ればね1枚プッシュするとは思うけど、シャアは、うん、シャアは4枚目、キューピンは山にありません。中山は国士をギリギリ残しています。うん、ギリギリ残してる。ただもうあとつも番がね2回、ここまでですね。ここまでで、うん、撤退となりました。どうやら一人転敗ですか。はい、一人転敗多いですね。ワクツの仕掛け、そしてワクツのリーチ、やっぱりね、はい、イニシアチブの取り方がうまいですよ ね、 今日はすね、仕掛けにせろリーチにしろ、今日は特にことごとくハマっているような印象があります。離れた時の見返りも多い手なんですよね。流局です、一人転敗。そして親が続きます。ワクツなん1局、これで2本馬となります。京卓リーチ号が1本、ドラは9ピン、あと3連続ドラ9ピンです。そうだね、はい、トンがトイツで入りました。ソウルで一面ツワクツ、中山はメンツはない、悪いね。統一三組か。どこからでしょうか。急走ですかね。少し打点が見えません。一旦急走。シャーチャの内田がドラドラ。悪いな。だけどドラドラか。チートイツかな。まあまあ。伊達はペーチャペートイツ。下目の3色とかはあるけど。ちょっと津本相談ってとこでしょうか。枠さんが一番いいね。これはもうトーン発進しそう。また枠津のペースになるかもしれない。そんなハイパイです。
伊達は若手の難も統一になりました。南平役役になったから伊達さんもこれはちょっと年いくかもしれないね。現在トップの伊達。あ、ペー、どうだろう。仕掛けます。そうですね、まあ、仕掛けやすいですね。これでイシャンテン、全員イシャンテン、シャンポン両面、両ピンのあんこ、わー、イシャンテンだ。これでフォンテンが効く形、はい、で、トンがここで余るか。余った余った、フォンテンだ。ワクツのポンテンはウーパーソーです。伊達が流しに行くんですが、ワクツが止まりません。あ、でも中山さん転敗。中山はチートイツ、三ピン短期。ドラドラの内田はローピンはチーかな。チーテン入った、チーテン入った。ローキュース、さあ目まぐるしい殴り合い。ローキュースを三ピン短期、ウーパーソー。さあここはウーパーソー、ここは三ピン短期。変わるか。6枚1枚切れ、1枚切れ。内田はドラドラですが少し置いていかれた印象。たまらんね内田さん。私ドラドラなのに好き勝手みんなポンチやりやがってってなってます、はい、3ピン取られた。中山のチートイツの勝ち。チートイツ1600は日本馬で2200。これうまかったですね。なんか自敗に逃げなかったのが好感持てますね。なんかさあ上がった中山の親番となります。何2曲ドラはトンです。チュンが統一の1面つか、まあ、まあやれなくはない配置ですね、はい、やりましょう。親番です。なんちゃうちだ。ドラのトンが1枚、メンツはなし。伊達が、ああいいハイパイ。メンツ、ジャント、そしてインペイコーはカンパーマンの形でした。あ、なんと言ってたよ中山も。これは一色まであるね。はい、ドラドラです、内田。全局に続いてドラドラ。泣いて本一かな、中山さん。ああ、泣いて本一だ。じゃあ数万だね、これはね。中山が仕掛けていきました、うん、ちゃんと反応しましたね。これはいいと思いますね。うん、伊達さんいいシャンテンけど3ピン打ったね。ピンズの本一模様の親がいたから、はい、ピンズはもう持たないってことですね。中山数万の統一落としを見せました。あ、これ何出ちゃうかも。もう、あ、まだ出ない。何が出るのは時間の問題か。伊達にも何が来た。伊達にも何来たけどどうする。伊達はああ受けた。はい、ペンチースを払う、うん、まあ流派がもともとあるとこに何が飛んできたんで自敗2枚はね、うん、絶対何かどっちか絡んでそうみたいに。ああその2枚が絡んでしまいました。あ、ウーピンが出た。もうすごい速度感あるね。 このシャアはポンでしょう。このシャアはあポンじゃないじゃん。あ、何それ、ね、俺誘発されちゃってる、トリアさんね。私が今、でも今のはトリアさんのミスだよね。今のは私のミスになります。このシャワって、このシャワって言ったよね。シャワ関係ないじゃん。セリフ文章で書いたら全く関係ないですよ、言い方が。これで何出た。はい、ここで何が出る。絶好のタイミングじゃない。中山が本一ちゃんた役と満願の転敗です。まあね、ドラが飛んだけにね、もう、はい、これはめちゃめちゃこう論って言われた時に高い想定が幅があるんで、はい、かなり行きづらいですね。中山がしかもいつも面前で、はい、仕掛けてるんです。やってる中山さんがペンチーピン1枚目から発信してる。中山が仕掛けるってことは本手間違いないですね、はい、スピードか打点、どうやら打点のようだ、うん、そして青チュンが三山なの。内田はドラドラジャント転敗。リーチに行きます。リーチピンフドラドラリャンウソ、ここに4枚リャンウソ、ここはリーチ打つんだね。いやリャンウソ結構薄いです。やめ点しないんだね。1枚ずつリャンウソ2枚、チュン2枚、2対2。やみ点にしませんでした、内田勝負。ね、トーン1曲はやみ点にねピンフドラドラしたんで、はい、今回強くいったんだね。ここは勝負に出た。ワクツはペイで対応。チュン2枚、3層押す。ローソーは隣。伊達転敗をしていたところですが、ここで
対応、うん、これでもあれだね、内田さんがはい掴むようなことがあるともう伊達さんと変わっちゃうよこれ。いやーこのリーチかなり大きなリーチ、アオチューン掴むようなことがあると、はい、まだか、中山さんがトップ面になるからまだちょっと変わんないぐらいかもしれないけど、いずれにせよほぼ並びになりますな。内田のリャンウーソー、中山のチュン、リャンソーの勝ち。内田の上がりリーチピンフドラドラ7700。よくリーチいったね。いやー勝負どころものにしました、ね、内田勝負どころという判断でしたねこれはね、はい、いやーこのリャンソーはちょっと鳥肌が立ちます。中山さんもね、いや中山も上がれそうな雰囲気があったけどね、満願の天敗でした中山。ドラドラのピンフで向かっていた内田に軍配、本手同士のぶつかり合いが、はい、見どころのある殴り合い、見られましたけどね。さあその内田の親番南三局です。ドラはチュン、南が統一で入っている内田、9万からです。伊達メンツはない、内田が難を仕掛けます、うん、伊達はちゃんと方向でしょうか。そうですね、旬を重ねたい、まあ、伊達さんはね今上がれたとはいえまだラス目なんでこの親番は頑張りたいですね。はい、おそらく折りはなさそうに見えますね。上がって迎えた親番、ここは連チャンしたいところ。ただ伊達さんのターゲットは今の上がりで、はい、また中山さんに戻りましたね、うん、現状ターゲットは中山さん、連続でピンズを引きます。本一難ドラドラとなるでしょうか。チュンはまだ、ここに来た、ここに来ましたね、はい、2枚目がここ、まだ山に2枚ある。シンプルにトン重ねたい内田、なんだ G マン、普通はここで数ピン、チュンは切らない構え。中中山さんいいシャンテンピンズ、数ピン嬉しいね。さあいいシャンテン、あここにチュンが来た、3枚目、まあくっつきでもいいんで、はい、中打ちも全然辞さない構えですね内田さんはね。むしろ中が出る天敗の方が圧倒的に多いんで、そうですね、3ピンとローピンのくっつきですか、はい、おそらく中は出てしまう、そんないいシャンテンです。中短期のパターン、サブローピンポンのパターンですね。サブローピンポン、あなるほど、本か自分でアンコールどっちかが、はい、1枚ずついるんでね、これ選択ですけど中山さん、まあパーピン9ピンになりそうですけどね。あ3層打った、警戒して親に受けましたね、打たないってことですかこの辺は守備的な部分が見れてますよね、はい、確かにピンフのみのシャンテンでね、パー9ピン両方は親の仕掛けには厳しいという判断ですね。うん、で白同様に打てないでしょうか、じゃあ数層切ってやめだ、すごいね、しっかりしてるな。さあ天敗です、天敗チュンでいいんじゃないですか。5800の天敗、ここでチュンが出ます、うん、ウーパーピン、これ当たり、はい、でも出ないね、ウーパーピン山に4枚あります。あピンズが来た、あ打ち抜いたね、キューピンいった、チュンが来たところですが、なるほどね、マクツはチュンが打てるなら上がりがあるという判断でしょうか。まあそれは当然ありますし、はい、実際、はい、手組み上頭がないんで、チュン重なりからの本手もまだあるということで一枚プッシュしましたね。これはピンフの天敗、リャンウソー、ピンフですね、リャンウソー、リャンウソー、リャンウソーはワックツが自分で3枚持っていった、3、4、5、残り3枚ですね、3枚、はい、場には2枚、サブロー9万できるけど役なしになるんでリャンウソー続行ですね、はい、天敗、天敗だけど白は打たず、打てないと、9ピン、9
9ピンね、カンパーピンの1通のピンピン6にする手も、はい、ありましたか。ありました。打点上昇、ただ待ちがかなりないけどあるってことね一応選択肢としてですね、うん、なかなか取る人はいないかもしれませんが、でもこれ場にウーピンがもう1枚切れてたらカンパーピンするよね。あーパーピンのつも、はい、2000オール本一難、内田の2000オール、さあ連続で7700に次いで2000オール、親を引き入れて親で上がって連チャンとなります。南三局一本場内田の連チャン、ラスは抜けたね内田さん。はい、これでまだまだ内田の猛攻が続くでしょうか。ドラはパーソー、ハイパイはメンツは悪くないですよ、ありません、はい、普通といったところでしょうか。伊達さんはちょっとお休みかな。伊達は連続でお休み、ワクツがシャーを仕掛けていきます。何茶ですか。シャー茶で す、ね、はい、よかったです違ったらどうしようと思いましたよ。いやいや、今シャー茶だよなってやっぱ一瞬考えちゃいましたが、ワクツさんの場合はさ一応確認した方がいいじゃない、はい あ, ね、あれでトンから泣くとかありますもんね、うん、シャーポンしたらペーシャーとか、じゃあ役があるってことね。はい、役牌はポンします。もうじゃあ何でも上がれば3万点以上キープという目的も今局はあるでしょうか、うんうん、そうですね。あ、ただ本一に渡る側面もありますね、うん、これはね、ドラ重なりやピンズで染めてしまうなどなど、うん、見ながらのシャーポンです。ワクツ3ピンパーピンと一気にいった、一シャン点取らずで一気にいった。ドラはそのものが重なるときだけ、そうですね、はい、うん、ワクツがプレーオフの、あでもなんか重なったよ、これダブなんだから、うん、はい、伊達さんもお休みじゃなくなりましたね、この曲。伊達もどうやら出勤のようです。出勤ですね、はい。あ、ここはドラを元気よく打って出勤、出勤中ワクツ、もともと出勤してるからね、ワクツさんは。ワクツの出勤から始まりました、ワクツさんの出勤から始まった。中山マンズが来るようだと、はい、かなり遅めのイシャン点はイシャン点だけど、はい、まあまあシンプルに面本にするかどうかでしたか、チーソーパースを打ってね。なるほど、今ねドラが打たれたことでチーソーパースを外しやすい状況にはなってる。はい、そうなるとマンズが集まってくると陳一の重役出勤もありますか。おお、うまいこと言ったような感じに聞こえたけどはい、じゃあとちょっとコメント見てみようか。あのちょっとまだちょっとコメントでタイムラグもありますんでね、うん、そうね、はい、みんなが出勤だったので、視聴者の皆さんにね、重役出勤の件について今のがうまいこと言ったかどうかをちょっとコメントお待ちしてます、はい、取り沙汰するとすごいダメな感じあ、ヤンマン、あれなら本当に本当に重役出勤でしょうか。チーソーパス、いやでもヤンマンってそこまで有効的な牌じゃないような気がする。ヤ、はい、ンパーマンの二度受けになっちゃいますかこれ。そうだね、はい、それでも行く価値はあるよチーソーパスを。だってねチーして漫画だからね、はい、ウーマンとパーマンが。ちなみに重役出勤については今期で実況お疲れ様でしたの声をいただきました。ただ一通のイシャンテンをシンプルに考える手もある、はい、6球外カンパーマンっていう考える手もあるから、はい、これは難しいですね正直。じゃあチーソーパス払わないならじゃあ何切るのって話になってきて、もう難しい。いやチーソーパスを払いたいのもあるが、ここはリャンマンつもぎりです。リャンマンつもぎりね、まあ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 、ありはありか。そうですね、そうでしたね、はい。んリャンマンつもぎりだとパーマン引いた時に一気通過がつかなくなっちゃうのかな、ジャントーが満足になりますね。いや違う、カンパーマンの時は短期待ちになるのか。なるほどなるほど。イースチーワンと6球層ってことか、1通というよりは。さあ中山は打点とスピードのバランスは、これ難しいな、ちょっと控えておこうこの形で。さあチーマンが出ます。しかし一回って、あ数万匹、また難しいね。はい、いやテンパイだよ6球層、ただ6球層がめっちゃ薄くなっちゃったんですよ。ピンフドラ1のテンパイ取りました。6球層、激薄6球層ということ、場に5枚切れ、山に2枚です。チュン重なったけど、さ
さあ、ドイツかな、もよく馬強を見て、そうですね、はい、三走ローマン両ピンの重なりと。そして和久津さんは全然進まなくなっちゃった。はい、中山は闇天純のポン立て、動いた動きましたね。そうなの、ヤクヤクトイトイドラドラまで見ましたでしょうか。そういうことですかね。パワーマンもポンだよ。え、ある、これはないけど、さあスーピン何パーソパードパーソないですね。スーピンありますね。これ何打たれるかも。はい、何ポンです。うわー、綺麗にうまくいったねこれ。じゃあ両ピンだ。役トイトイでワクスさんにも両ピンのポンが入る。はい、両ピンポンでスーチピンでしょうか。スーチピンですねこれはね。さすがにスーチピンしそうだけどね。さあバタバタと、あ、3ピンウーピンのシャンポンを選択します。ちょっとじゃあ受け半分受け気味ね。伊達さん、サンフロンの伊達さんの現物の9ピンを選びましたね。はい、3社が転敗内田が今この形、ここは対応。これすごいね、スーピン2枚とも山、スーピン2山ですね。3と5のシャンポンも3が2枚とも山、はい、ウーピンもちなみに1枚いる。うわ、スーピン当てないよ。2対3対2。無理だよ。打った。打った。しかしスーピン、ここは宝珠になりました。さあ、ヤクヤクトイトイドラドラは1万2000は1万2300。中山にとってはかなり大宝珠となったでしょうか。変わった。伊達さんと中山さん変わった。はい、そしてあっという間に伊達が羽マンを作っていきました。これトータル着順変わりましたか。変わりました。伊達さんがトータル、はい、で8番手にまで食い込みました。プレーオフ圏内に今、はい、たった今 食い込んだ形ですね。プレーオフののれんをくぐりました。のれんをくぐった。のれんはいらないでしょ。のれんはいらないですかね。プレーオフに上げ上げな話してるんだから。プレーオフに食い込んできました。いや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 、そうだね、はい、そしてオーラス南4局です。ドラローソー35.6 12.5、 今回20変わるもんね。このまま現状のままだと変わってますね。確かにね。一打国士でしょうか。 12.5 点はあれ変わってないかもという今。いや変わってます、大丈夫です。あ、変わってるないかもしれないね、はい、変わってないかもしれないわ。ちょっと再確認します。もしかしたら変わったんじゃないかという。あ、本当だ、 0.2 まだ変わってなかったです。のれんくぐってなかったですよ、はい、すいません。どれも俺ものれんくぐらしちゃったんで、あのすみません、勝手にくぐらしちゃいました。まだ中山さんの方が上でした、はい、ちょっとだけだそうです、まあ、まずはちょっとオーラス見ましょう。じゃあごめんなさい。あ、となると藤島さんが今ミスったってことになる。うるさいって言うのだから。失礼しました。うるさいって言うのやっぱそういうところだよ鳥谷さん。あ、これですね、これがこういう、うん、すいませんでした。そうです、はい、失礼いたしました。特にね、この中山でもまあ、さんのファンの方々には申し訳ないですね。ただ今 0.2 ポイント差ってことですね、この8。そうです、たと思う。そうですね、おそらく僕のここの計算ですけどね。まあ伊達さんもプラスまで持ち込みましたね。でもね、思えばずっとマイナスのまま最終節まで来て、今スタッフの方でも確認しているそうです。あ、はい、はい、さあ内田は国士方向からチャンタへ。プレーオフののれんはくぐってないですけど、のれん採用されてますけど、伊達さんって、はい、第一節からマイナススタートだったんで、初めてトータルがプラス、はい、プラスののれんはくぐりました。プラスののれん、いや、そうそう、のれんだらけになってます。トータルプラスの、はい、そう、はい、いや、初めてなったんですよ、はい、最終節。ラーメン博物館みたいになったんです、のれんだらけ。それちゃんた三色含み、はい、内田さん。そして伊達は何が統一、うん、武蔵を狙っていくのかな。ここはこのままであるか、さらに加点したい。もう変わってるか変わってないかギリギリのところ。現在3回戦のオーラスです。プレーオフのこの8位締め切りを、そうですね、8位のラインがもう激戦必至ですね、はい、激戦です。もう本当4回戦は目が離せない戦いになると思いますね、これは。はい、今入ったお知らせを見ますとですね、藤、はい、島さん、なんと驚くことなかれ、はい、中山がマイナスなので変わっているそうです。変わってた、やっぱり、はい、ということは藤島さんは間違っていなかった。そしてのれんはくぐっていたそうです。くぐっていた、そうか、くぐっていたんだな。じゃあ
じゃあトリアさん僕に謝って大変失礼しましたスタッフ新谷さんからも、はいはい、申し訳ございませんで、あ、名前出さなくていいそうですいやだってさこう、はい、自分で計算してこう言って、はい、違うって言われると、はい、やっぱその瞬間僕も相当恥ずかしいわけですよそうですね、そうやったと思って、はい、すいませんってなるけど、ところが合ってたっていう、合ってたってなるとなんだよってなっちゃうじゃないですかはい、それはもうちゃんと大いの首を取っていただいて大丈夫です。選択3層かな、トイツ落としでしょうか、うん、ピンじゃない方がよい、あ、まあまあまあどっちにしろね、はい、3色とかピン狙うにはウーピンはいらないんですけど、初も重なる。さあ、面本、二シャンテンに渡った。伊達が本手を作ってきた。もう上目指してますね。これはそういうことですね。これはやめませんよ、この親は。絶対に引かない親の伊達になっている。何発は場にショーンパイで、誰も持ってない。ああ、内田さんが1枚か。そして、ワクスさんの手元にも1枚。でも山に2枚いて。リャンワンはリャンワンも場にゼロ ?1,2,3,4,5 何を引く、数ピンつもぎり、リャンワンも2枚、何発も山に2枚、あ、でもこれ何出るよ、勝負、ワクス様勝負だ、ウッパソー単品、さあ、伊達天敗、単品ドライチ、リャンワン対ウッパソー、リャンウーマン対ウーパーソー、ここも大事だね、ワクスはワクスさんとっても大事、ワクさんが浮くか浮かないか、ワクさんもね上かなりもう目指してるんで、はい、ワクツはもう決定戦も視野に入ってる、ここで沈むわけにはいかない、これはいや危ないに、これはあでもね、あ初チは打たないからね、なるほど、トンから、これは一安心ですね、ウーパーソー、いやリャンはやめれるかな、ワクさんちょっとマンズは高い、親の捨て牌ですが、マンズは高いんですけど、はい、ウーパーソーが絶対親に安全な牌でもないから、うん、なるほど、はい、9万現物1枚だけです、伊達の捨て牌、うん、伊達の捨て牌のマンズは9万だけ、ワクツは単品ドラ1、ウーパーソー、マンズ打てないからウーピン打つ、伊達は本日難、伊達は諦めて、そうですね、9万です、いけるか、ローマン、危ないけど押していくね、何は打てないか、あ、さっき泣いてるやつですね、さっき泣いてるやつですね、はい、すいません、リャンウーマンはあと2枚でしょうか、うん、中山さんこれでギブですね、ションパイ2枚になっちゃいましたね、この瞬発はいけない、もう抜いてやめになっちゃいますか、ワンチャンスのチーマンで粘れてもなくはないけど、いいピンに手がかかりました、一瞬内田を考えましたか、と言って3人展開にすることもないっていうことでしょうか、難しいですね、ローピンあえてね、そうですね、これはありですね、ローピン 3枚打っちゃうのはありですね、嘘だ、うわー、伊達止まる、いやー、これは宝珠になりました、枠つの上がり、枠さん見事、単品ドラ1は3900、枠つはここで浮きをキープ、ーなんだっけ、めっちゃ強打してましたからね、はい、もう持ってるでしょ、のなん押し切りましたね、さあ3回戦、トップから伊達、そして2着に枠つ、3着内田、4着中山の並びで3回戦が終了しました、さあ続いて最終4回戦です。